国交省っていうのは利権の塊亀井静勝さんとか後々ねそ,れそっからいろんな人たち宏池会の小賀誠と,とか二階俊弘とかね田中派のが入ってくるんです民間企業の話じゃないよね、はい、もうどれだけ腐ってるかって話だよね、はい、もうね自民党に票入れちゃダメだよ <laughs> ビッグモーター最近問題になってるあそこ稲経営取り入れてああだからねきれいう経営者は絶対に社員こき使おうとしてそれを ごまかすためにあれは山崎豊子さんと伊藤純次さん付き合ってたらしくて。えー、それでは引き続き特集です今回は JAL の歴史についてちょっと伺っていきたいなと思うんですけれどもあの第一部の方でその労働組合。 が、まあ、たくさんあったみたいな話が。六つだっけな。うん、俺は、なんか、七つとか、多分六つだと思う。はい、それでも、お、ね、す,すごく多いなと思うんですけど。はいはい、その年中、労働争議みたいなものとか、こういろいろ起こっていたっていうのは。これは本当のこと。うん、そうよ。うん、まあ、な、中でも、だから、その、まあ、御用組合があって、経営側とやるのと。はい、まあ、左翼的な、あ、まあ、難癖つけるところ、それこそ、有名な。 あのー、あの人小倉小倉弘太郎か要はだから「静まる太陽の」あ<ー>あの主人公の人、はい、あの人がいたところの組合が強くって、まあ、それこそストーを起こすなんだかんだで、えー、それとの葬儀で翻弄されてきてどっちがいいとか悪いとかじゃないんだけどね。<ー>でそれぞれに客室乗務員組合、はいえー、基調組合それぞれ それぞれぞが違うもう利,益利害が全く一致しないので,で、ねうん、い会社が良くならないとダメじゃんって、まあ、足の引っ張り合いも含めてやるからそれはうまくいかんでしょう。うん、どういうことをその人たちはそれぞれ訴えてたんですかいやそれぞれ訴えてるのはそれはみんな給料を上げて休みを多くしろが当然だよね。<はぁ> <laughs> は でも経営側コストを管理したいからいやいや人員は削減したいし労務、うん、時間をみんなで割り振ってやってくれっていうそのせめぎ合い簡単に言えばそういうこと<ー>だよ。ででもねスすとすればそれだけ収益が落ちるし、はい、えー、でみんな痛い思いするしじゃどうすればいいのよみたいなガャガャガャガタって何も決まらないっていう。へえ。 企業にとってはどういう存在だと見ればいいんですか。それは経営してたコン、はい、こちらの人どういうか。まあうちはごよ組合だったからね。まあどうなんだろう。本来的な存在としてはやっぱりね、はい、あの日本みたいななり合いの社会じゃなくて資本主義が生まれたイギリスアメリカに受ければやっぱり資本家側資本家経営者側に対して一人一人では力のない労働者が、えー、まあ。 こう団結してっていう形なんだけども日本の場合にはそうでもないし今ではもうもはやだって今労働組合のできてる会社ってそもそもがあの何ていうかなこの上場企業だったりだとか終身雇用で守られてもなんとかなる会社の中のだからまあ結局特権クラブだよね今の日本の労働組合っていうのは。 日産,日産なんかもそう,だそうだね,ね日産塩路一郎がいた時はもうガチャガチャにしてしまったよねだからその労働組合って、まあ、ある種はそれこそ,そのきちんとしたの権利とかを主張する、まあ、当然労働葬儀認められているので、はい、その法律でいいとは思うけれども過去の歴史見るとその労組が出てきておかしくしてしまったっていうのはすごくたくさんあるよね、まあ、目立つだけなのかもしれないけど。うん あの日本の労働組合っていうのは基本的に問題点2つあって過去においてはね今はもう薄れちゃったけど一つはあの労働貴族、まあ、これは今でも残ってるか労働組合の専業で組合費を取って自分たち働かずにあの労働組合の運営をやってるとでその後今度はナショナルセンターまで行ってって要するに労働組合のそれぞれこう集まりがあってその業種別の集まりがあってそれがまた集まってってんで今だったらなんだっけあんまり興味ないから名前のほただらそれがまたあの。はい 立憲をしたなのねあの国民民主をすだのっていうねもうそういう政治的な活動ばっかり持ってる連合とかね,とかねそういうようなもうだからもう本当にいわゆる労働貴族と言われてる連中ね自分たち働かずにそういったことだけやって、ね、あの交際費使って遊んでる連中そのために税金払ってんだよ、うん、だから政治家だけじゃなくって労働組合だってこでもないんだこの日本は。 であとでまあ、昔において言うとそこに労働組合は、まあ、どうしてもマルキシズムとくっつくのはしょうがないんだけど結びつくのはしょうがないんだけれども純粋に労働者の,あの、まあ、働いてる人間の気を上げるだとか待遇を改善するっていうことじゃなくてその裏にまた政治思想でね自民党反対とかそういうような、えー、左翼運動政治運動と結びついてたっていうこの2点が日本のね労働組合の主な問題点だと思うけどねうん。だからに日本は 結局そういう歴史なんだよね。本当のその、葬儀としての、ね、労働組合じゃなくて、なんだかんだ言ってたら多分、御用組合みたいな昔のだから社会党があってに、その、自民党があって、こっちが労働組合で、こっちがその資本側なんだけれども、こっちだってナーナーだからね。社会党だって別に政権取るつもりなくて、だって関数出してないんだから、そもそもが。そこに、その、 官房機密費があって幹事長が野党にもお金配ってまあこうなあなあにしましょうって労働争議も同じでじゃあストライキやるやらないっていう,こうパフォーマンスみたいにしてじゃあ何パーセント上げましょうよしよしってこう裏で手を組んで、えー、組合の方のその幹部は儲かってるっていうそういう構図だったような気がするけどね。うん、まあねあれ誰だっけほらざ澤ペンダさんって名前でさほら本出したさあのなんとか書店の,あの社長を名だったへえと。 まああの,あの人の名言で、えー、あの人なんだっけな戦前、えー、陸軍で徴兵されていってもう陸軍の実態も見てやっぱり日本の組織っていうのはすぐに公転をやめて自転を始めるっていうわけ公転っていうのはその組織ができた理由労働組合なら労働組合、まあ、政治家なら政治家でもいいわ。でもすぐに日本は村社会だから すぐにもう村の論理でその,その組織の中の内輪の利益だけを図ろうとすると本来なんでできたかっていうこの好転の目的を忘れて辞典を始めるって名言だと思うんだけどね、うん、尊徳さん話してくれてる間にその人の名前を今ちょっと引くわ、えー、あでもまさに今のねそのこう辞典みたいなところがこの JAL なのかなってなんとなくああの感じたんですけどあ山本疾平だ、うん、山本書店の山本疾平さん、えー まあ、昭和40年代までは結構ねよく流行ってたかな私だから親父が買ってた本をずっと読んでたけどね、うん、この日光のその経営幹部に昇進するためには高学歴か御用組合の幹部になるか、うん、みたいなところが重要だっていうのもあるんですけどこういうのもあったわけですか あのー、社長運営の松尾静さんこの人が、まあ、創業者みたいな人,人でね、はい、でその次に浅田静雄さんっていう人が来るんだけど浅田静雄さんの時1973年ぐらいだったらニューデリーとかいくつかでね、えー、墜落事故が起きるの<ー>でその時にその経済界の主観の佐藤清中さんが経,経済界雑誌に「あの浅田静雄人殺し」とか書くわけ。 もうすごいでしょ <laughs> もうびっくりするで間 <laughs> 本当に。今の時、これが大事に踊るから、さすがに、<laughs> いや、聖中さん、人殺しはないでしょうと。いやいやいやあのー、あれは人災だと。要は、松尾静馬の時は、いつもいつも松尾さんはその羽田の整備工場に行って寝泊まりも、までしてたと。<laughs> 何、何があって、会食があっても、あんた全然してないやろうと。で、結局、整備をおろそかにしたがだから落ちたんだ。すげえ無理やりの論理だけど、多少そういうところはあるわけ。で、浅田静馬さんの、 あの、息子さんって、後のが丸ーの社長の浅田さんっていう人があって、その浅田さんにが、あの、中学生の時かな、お父さんに、お父さん人殺しなのって聞いたらしくて、あの、浅田静雄さんは、成虫さんに、主観にね、いや、人殺しはひどいだろうと。でも、まあ、主観ってそういう人だから、本気でそういうことを、まあ、書くような人だから、フィクサーとして恐れられて、 さすがに人殺しはねえよな。そ大事でこうやって、今だったら名誉毀損で訴えられるわな。<laughs> あ、間違いないな。<laughs> まあ、でも本当に多分、その、そこまでひどかったかは別にして、結局、その中の派閥争いとか、いろんなことに救急として整備とかもおろそかになるって。あ<ー>まあ、これ、静まる太陽は、ええー、すべて本当じゃないんだけど、うん あれって沈まる太陽っててま太陽金棒の伊藤潤二さんが財界から来た金棒の伊藤淳二さんとその当時山路さんっていう後の社長になる人と利光さんっていう副社長、まあ、これが運輸省、えー、プロッパー財界っていうトライアングルとかって言われるんだけど伊藤淳二さんが異様に「静、あのー、まぬ太陽」はきれいに書かれてるよね。はいその 組合のこの二人がヒーローみたいなんだけど、あれは山崎豊子さんと伊藤潤さん付き合ってたらしくて、えー。<laughs> これは本当に、あの別にエビ、そう取ったわけじゃない。俺ちょっと周りから聞いてて。えー、そりゃあ、そうかと、根物語、これ言っていいのよね。に聞いたら、あれだけヒーローになるわな。名誉毀損にならない。まあ二人ともなくなってるから、大丈夫だ。<laughs> 伊藤潤さん、百歳で生きてんねん。<laughs> いや、でも、あれ、すっげえ伊藤伊、伊藤潤さんの会長がね。 すっげーいい人でかっこいいのよ。であの主人公が半沢直樹みたいに権力戦うみたいな。<ー>ちょっと俺が聞いた話とは違うよなと。うんうん、あの日経の私の履歴書に伊藤潤さん書いてたのを読んでたけど、あの文章を見ると彼に何か自己顕示欲の強い何かね山気の強い人物だなっての感じだけどね。文章見てああこれ<う>この子ダメだなと思ったな。俺はあの何回もあって、俺にはすっごいいい人だったから、うん、いい人だなとは思ってたけど、でも。 やっぱり金棒だって最後ダメにしてだって金棒今もうね一、うん、回潰れちゃってるわけだし、うんうんうん、自分の母体ダメにとかしてた人がね、うんうん、長く続けちゃダメなんだって、うん、とにかくそごうな水島さんもそうだしもうね長く続けるとそうなるのどんなにいい人でも、うん、こっち側にいい人でもだからね伊藤淳二さん出るよこれが政治だもんもろ そういうことなんです、ね。え、はい、じゅんさん何やろうとしたんだっけど、もう忘れちゃった、昔だから。伊藤純次さんは、もともと、カネの労働組合、うまくまとめた人なのよ。なるほどね。それで、その百二十三便が墜落して、はい、えー、まあ。要は、もう、やっぱり、JAL がおかしいと、うん、これは。で、しかも、その当時、中曽根内閣が、その民営化を推し進めたわけ。いろんな、その電電公社。<laughs> えー JT、今のね日本たばこ専売公社、うん、それから国鉄、うん、まあ死人が出るとかって言われるまあ本当に国鉄総裁亡くなったりしてるんであ,<ー>あの事件でね。はい、要は利権の塊だからそれをその改革しようというふうにして JAL も民営化しようというふうに進めている直後にこの事件になっていて、うん、でそのあれは清和会。 今の清和会と中曽根あの戦いでもあったわけよ運営族を占めてたのは清和会なんで牛耳ってたのは当時ねえっ越南じゃないの越南平成会じゃないの違う清和会だって当時はね当時は清和会なんです安倍晋三さんとか安倍晋太郎さんとかあの辺ででその当時の運輸大臣が山下さんだったんだけどこれはね河本派だったんですよ 河本派は、えー、あの時河本一郎の会社が潰れんだよな、ね、造船が何だか造船、うん、5,000億ぐらいのスタイでっかい会社が、うん、だから運輸運輸族をこうなんとかしようと河本派ってちっちゃな派閥が追いやられて、うん、で中曽根派がその清和会をどうにか追い落としたいだけどここに山下さんの後に清和会の三塚弘が運輸大臣で来るんだよその時の物語なのここは。 まあ,あね、で亀井静香さんとか、後々ね、それ、そこからいろんな人たち、高知会の。小賀誠とか、二、二階俊博とか、ね、田中派の、が入ってくるんですよ。民間企業の話じゃないよね。もうどれだけ腐ってるかって話だよね、<あ>もうね。自民党にと票入れちゃダメだよ。<laughs> <laughs> で、そこで、その財界かもともと財界は、お飾りとして会長にいたんだよね。はい、そのジャルには、うん、だけど、なんとか、その中曽根さんも。 改革をしたいってみんなに断られて断られて結局関西のもう伊藤淳二さんしかいなくなるわけでそこでそのあの参謀と言われた名参謀と言われて渋谷緑兵緑流された瀬島隆三さんとかが暗躍するわけですああ静まる度は瀬島隆三出てくるけどねモデルとしてはもう瀬島隆三さんは中曽根さんの懐などなんでそこに 経済界のの佐藤清光さん,さん副社長のみ光さんに「巡視宣誓、えー、書」と言っていやもう伊藤淳二と一緒に、あのー「巡視する覚悟でやれ」っていう宣誓書を書かせたりするわけですよ清、えー、中さんびっくりだよね<あ>、うん、すごとかすねそれは経済界の主観怖いよ <laughs> <laughs> そこにだから中曽根さんとか後藤信夫いろんな人たちが出てきて伊藤潤二さんは行くんだけど、はい、まあ結果任期途中で追いやられるんだよね西島隆三とか今これ見てる人たちなんか分かんないよね元大本営参謀で本当に切れた人って言われてるけれどもシベリア抑留機関にあれスパイと言われるよね、えー、スパイソ連側のスパイとして、えー、日本人の情報を売ったり日本人の抑留の者を売ったって言われてるんだけれども絶対喋んないもんね、うん、あの時のことうん死ぬまで一言も喋んなかったね 本当にに墓場に持ってった人だよ、ね、まあ、まあ、伊藤忠の副社長やったりとかねいろいろやって戦後の一種のフィクフィクサーっていうかまあ廊下トンビだけど実際にはねめちゃくちゃ頭の切る人だったよもうでもねこれこの間瀬島隆三さんの話したら「あれツイッターがなんかしな、ね、い瀬島隆三さんの話もっと聞かせてください」うん、みたいな「ああそれはね聞きたい俺も聞きたかったよ」 戦中戦後の歴史の暗部だよなやっぱりのの時の中心人物だよ、ね、なんかこうまずあそれにはこれとこれとこれこの問題点がありますそこのこの問題点にはこれとこれとこれの解決点があってこれにはこれとこれとこれこれにはこれとこれだから3つの問題点に3つの解決策9つの解決策をバッて出してで総理いかがされますかってパッて聞くんだって。<ー>あれこれ後次郎さんに聞いたんだけどね。 えー、でもねちっちゃな字を書いてねもう喋るのもちっちゃな声なの、えー、陸軍参謀とか言われるけどすっげえ人をこう想像するけどすんげえちっちゃい人で俺が会った時おじいちゃんだったから「えー、この人があ,あの瀬島人像か?のの公か」みたいな感じで違う各自小さかったんだ各自にあの人,あの人格出るけれども俺刑務所にいた時にいろいろこう,こう図書係だからさいるのが。 もうすごいこんなにある枠の中にちっちゃい名前書いたりだとかその写真の住所とかこういうのいるわけああやばいやつなんだよ。<laughs> うんうん、まあ本人それを知ってるじゃん名前とかおっ、はい、ちっちゃい字でも当にこにせっかく枠があるのにそこになんかもう、ね、ちっちゃいなんか俺よく笑ってこのは鉛筆台がもったいないと思ってるのかなとか言ってねよくね <laughs> 同僚と笑ってたけど小さい自覚人間ってのは信用しちっちゃい字だってすんごいちっちゃい字書くんだって。えー 刑務所に多いよ、たくさん。<laughs> まあ、抑留 <laughs> されてたからね。<laughs> あ、そっかそっか。その時にやっぱり書くあれが少ないから、支給されるペンがもったいなかったんだな。ち書いてたのかもしれない。だから、その時に、はい、その、日本航空法を廃止して1987年で、航空法を日本化しようっていうような話になっ、ようやく形の上の民営化に、あ<ー>まあ、これがきっかけで、その、オスタカ山。 事故がき500人亡くなるもんそりゃさっき言ったみたいにジャンボだから500何人乗っ,乗ってますよ救急でお盆の時だからねうもう本当に忘れないよ四人4人生存者がいたんだよねあの時にああほら大事故ですよもうてか世界だって最大の、うん、航空機事故だもん。うんうん、で「静まぬ対応ではすごくきれいにそういうふうにその 伊藤潤二さんとおその主人公、うん、あれ小倉だよね小倉広太郎小倉寛太郎っていう確かあの、うん、あれ出てるけどが改革をしていこうっていうようにしたけれども結構強権に、えー、伊藤さんが進めていたのに反発を組んでその山路さんと利光さんが組んでそこに労働組合もくっついて、えー、伊藤さんを追い出すようにし向けたんでね。 あの、こっちに清和会がついていて、こっちは中曽根、中曽根派の方がちっちゃいからさ、ええ、もう、まあ結局、清和会が勝ったみたいな。えー、で、三塚さんが、えー、山地さん、その河本派では、結局その、倒産、造船倒産もあって、えー、やっていけないって言って、清和会が取り返すんだよ。そ,そこで亀井静香さんが入ってたんだから。 亀井静香さんはその時に伊藤純二さんと一緒にその航空、えー、警備の会社の話を進めていてそれを、まあ、伊藤純二さんがいなくなったから山路さんにもう一回行って日本<ー>日光の子会社から折半であれ5,000万円かな出させて5,000万ずつ1億円の会社を作って今だもんへー。すごいですね。うん でも、せっかくそうやって、なんかこう改革しようってしてたのに。その動きになったっていうのは。あまり良くない。伊藤さん。あ、その伊藤さんが結局、その。追い出されちゃったわけじゃないですか。伊藤さんもだから、その要は御用組合と。御用組合がいたのに。逆に言ったら、そっちの、その求心的な <laughs>、えー。まあ、その。小倉さんとかの。組合を使おう。 要は共産党系の方だったので、まあ、やりすぎてこっちが敵の敵は味方みたいな感じで一枚になって、えー、いやいや俺は当時、まあ、この話分かんなかったよね時の政権がついてるのにどうしてできなかったのかなと思うけどそれくらい巨大な中の利権構造だった。 まあでもね大概の会社であのローム屋っていうのはそのねだからその伊藤純次さんもやっぱりローム,ロームで金棒を取りまとめたっていうところが大体健忘術派だからねロームバターのやつっていうのはね、うん、組合相手にするからだからまあなっていうのそうなんだろうねだからこっちでできてもやっぱここではできなかったんだと思う。もねそれそれこそ あのー、歴史の古い会社よ、はい、しかも、ね、化粧品になったけれどももともとは紡績会社なんで、うんえー、化粧品でこう生き返るようになったけれどもそれもダメになって顔に変われたじゃんそう,そう結局ダメなの、ね、昔はねシェードと並んでたぐらいだったのに、うん、ダメになってやっぱりだからやりすぎっていうかマイナスを含むんだよね急激にやると。がやっても難しい いや短期的にスパーンってやってやめたら<ー>うまくいくけど結局居残ってダメにする俺が見てたのはみんなそう,<ー>そうだよねうんべてそうもうなんかうまくいってるとこなんかないもう今のだから西,西部の後藤さんとかも改革派4人組で瑞穂から行ったけど今は老害だよもう8年もやってりゃ結局プリンスホテル売る,売るしかなくなったシンガポールに売っちゃったし長いでしょ 総合だって、まあ、今ね西武総合でこの間も解説したけど、はい、36年間ぐらいコ議員の副藤取り水島さんが行ってやったけど結局ダメにししちゃったでしょう、うん、みんなダメだよな長く居座っちゃいけないんだからもうスパーンとね6年,6年でやめる6年でやめる六年でやめる三菱商事がねなんであんなにこう続いてるかってもう3期6年って内期で決まってるからよ内期<ー>破ってる伊藤中とかいるじゃん 内 <laughs> <laughs> 気がないなそこ内 <laughs> 気がないか <laughs> そうかでまあその労働組合の問題などなどこうなかなかこう解決できないまま2010年経営破綻っていうことになるわけですけれども、はい、こう大企業なわけじゃないですか。はい、で2010年になって、まあ、経営破綻っていう形をまあ取らざるを得ない。 っていうことだったと思うんですけど、うん、それまでも、こう赤字は続いていたはずで。二千、うんうん、そうか、それはでも、政治の。絡みっていうことで、2010年みたいなことですか。まあ、それもあって、赤字はね、うまく隠してたのよ。うまく隠してた。うん、ええー、だから、まあ、粉飾というふうにも言われているんだけれども。うん、要は、えっ、ー、と、まず為替のヘッジ。はい えー、をするんだけど、まあヘッジっていうのは、これから上がると思えば、今の値段で買いたいから、先物を買っておいて、えーね、値上がりリスクを、おまあ、回避する。まあでも JAL 下手だから、高値の時にやって、えー、また値下がりしちゃったりして、損を出すんだけど、これ燃料費とかに、こう、うまく、あのー、押し込んで、これ表面化させないようにして、だからずっと膨らんでるんですそれと、 え航空機の評価損とかを出さなくて、えー、定価で買ったことにして、えー、実は割引してるものをバックしてもらったりしていろんなことをしてた、まあ、それが民主党の時にドンというふうにいやこうでしょうああでしょうこう自民党がやったでしょうみたいに出てくる、まあ、自民党の時も JAL はどうするかって話はしてたんだけど多分自民党だったらできなかったと思うよこだって出てきちゃうもんいろんなものが。うん、あ民主党のの唯一の 功績としたらそれはあるけどでもそれも結局自民党の利権の巣窟を潰してこの際潰して自分たちの利権にしようとしたわけだからさちなみにあの今のあのなんだっけ、えー、とフィットあの新エネルギー賦課金だってあの民主党が自分たちの利権として作っただからフィットに群がってる連中って左翼の連中ばっかりだからね。あなので。うん まあ潰してしまえばね、はい、それだって借金棒引きだからうんこれは軽いですよいいですねって感じですよね <laughs> <laughs> で潰れないとそこに例えば組合の問題で一番大きかったのは年金問題で要はその要はない袖は触れないのにないのに OB たちは自分たちの高すぎる年金を ずっっっとこう主張してきてきああたたねね年金問題あった、ねはい、それがあのジャルの経営を圧迫してきたけども潰れて「いやないんだよごめんなさい」って言ってようやくあの飲ませるわけで<ー>あれ潰れなかったらいやいやあるじゃんかも払えよっていうふうにしてずっと今までそれが続いてきたってだってないんだもんそれと。えー、あのの当時の僕人事部長とか知ってるけど、うん本当 本当にそれは大変だった、えー、要はもったかさんが言ったけど早期退職制度は優秀なやつがいるけど、うん、優秀じゃない人たちの片たたきをし,しなきゃいけないので、はい、退職干渉をして説得してやめてもらっていくっていう、うん、要はそうロームコストのカットをまあ言わやめてほしい人にやめてもらっていったから、えー、あそういう意味では。 えー、まあ潰れたからできたことがたくさんあってあ<ー>本当にとに j るひどくてね俺ねまあ後々常務になってすごく仲良くなる人が2人いて、はい、でその人が広報部長になって広報課長にその人がいた時に広報部長が変わったから俺挨拶に行きたいって自分経済界時代に。で、えー、行ったわけ。はい、したら あの広報課長だけ出てきて広報部長はあの「今日来れない」って言うから俺怒って帰ったの、うんうん、でその後電話があってきて「えだからちゃう俺ダメなんだと」とね言ってた俺はね秘書部長に会いに行ったんだと俺も肩書って言ってんだすっげえクソ名前やけど20代30代はね <laughs> <laughs> でいやあのー、そういうところがね,おねあなたは確かに用はないかもしれないけど俺は約束をして行ってるんだと。 ちゃんとした理由でその待たされた理由も含めて言われなかったら俺は納得できないとだからダメだみたいなグワとか言ったわけどうすればいいいやどうすればいいもう何な、はい分かったって広報の専門家あの当時の経団連俺経団連嫌いだけど経団連の後援会やって偉い人の食事をセットしたわけ、うん、で俺はご馳走されたくないから俺が俺がご馳走するからって、まあ、ごっしするとてもう一応経費使えるからさ、えー、別に俺の金じ,じゃないんだけど <laughs> でそこで えー、その人たちとな、まあ、溶けて、それから非常に、あのー、随分と、まあ、じゃもう相当へこんでる時だったからね、後々、その秘書課長はね、しゃまず上海店長になって、俺、もったかさんたちとね、一緒に上海に行った時に、アテンドしてくれて、それこそ、愛さんとか、あの、封筒のね、とか、なんかアップグレードとかしてくれたのよ。いやもう 孫徳さんは師匠ですから。それ権力乱用じゃ政治家のこと言えない。いや俺は知らん。何も言ってないよ。俺何も言ってないって向こうが勝って外務省に子供預けたなんかマスカールイのことももう言えないしさ。それ何それ。いやいやいや。ちょ民民だからいいんだね民民だからこれは。いやだ反感だろう。ジャルは。ああそうででその人は後ん。 常務になって、その部長さんも常務になって、その時、すごいう大変なことをやったのよ。うん、で、その時に言ったのいや、本当に社員一度潰れると思ってませんでしたと。はい、本当に会社は潰れるんだと。潰れるわ。<laughs> そりゃ。 そのまま行だよね、本当俺も。いやいやいや、でも約束ねしてたらっていうところはねありますよね。急にね行ったわけじゃないですもん。まあ向こうはねこうね、俺もなあの時かただ後方してたけど三十歳ぐらい、三十じゃねえや、二十いくつだ。もんい。だからじゃあらダメなんだ。それはすごい感じですね。まあまあ後ろにね主観がいたから、まあトのイオカルキツネって。いなくてもやるわ。うん。 まあでもその経営破綻があって、まあ、そこからいろいろと整理されていくわけですけどそこのことについてちょっと改めて、まあ、その労働組合が四つに整理されたとかいろいろありますけど。であだからあの時稲盛さんが会長としてくるじゃない。稲森さんも俺はすげえ 結構コンプレックスとかの塊なんだろうなっていうふうに勝手に思っていて、中央財界に入れない。っていうか、やっぱり、その相手に出されな、ね、い、京セラ、ね、京セラミック工業っていう、まあ、世界に通用する企業を作ったけれども、やっぱり、重工、長大のね、まあ、いわゆる、経大のさっきの三菱重工だ、うんてらかんてらだ、新人鉄だっていうところとはちょっと一線をかねて、で、結果、その、自民党ではない民主党で、まあ、京都だから、 えー、あの時国交大臣だった前原さんの講演会とかもやっていたっていうこともあって、うん、彼が、えーまあ、その当時の,その伊藤純二さんじゃないけれども前会長として招聘されるわけ俺はもう晩年のもう本当に、まあ、いわゆる欲がなくなってきた人だったからよかったなと思っていてその。 えと同期善なかりん何だっけああえっ、ー、とちょっとちょっとごめん,なん言葉が出ないけど、うん、要は「指針をなくして善行、えー、でしなさい」みたいによう言うわと俺は思ってたわけですよ。うん、で「清和会」っていうのがあって何かジュクシュクシュクシュ,クジューってみんなに言ってたけどちょっとええー、もう欲にまみれてねと思っていて出家とかするんですよ。で、うん、でも結局属性に1年で戻ってくる人なの しかもその特造の時なんかあの取材させてなんか財界だかオおクのライ,ライブラシの財界とかに探しててさ全然なんかもう目立ちたがり屋であんなもんだいたいねあの経営に宗教を持ち出すやつ大体みんな偽物だから。で,でしかもそのコンプレックスは第二伝電を作るとかね KDDI の前身を作るとかなんていうのかな いわゆるそ、それこそだから、ちょっと孫さんに通じるようなさ、こう、何、くそ。だからそこはすごいね、鹿児島から出てきて、鹿児島大学から出てきて、そこを成り上がるんで。それをそれにすりゃいいじゃん。だけど、JAL に行った時は、もう本当の晩年で80もぐらいで、さすがにね、多分ね、そんなに当時の欲はなくなってきて、それを前面に出したのよ。それが JAL に刺さったんだと俺は思ってて、 あの当時だから役になった人たちに聞いてその会長がおっしゃることはよくわかりますちなみにビッグモーター最近問題になってるあそこ稲盛系取り入れてああだからねうんあれいや稲盛の,あの稲盛式あの名簿系って要するに社員をいかにこき使うかっていう経営思想だからきれいごとだからそういうの隠すためにきれいごと必ず上からオブラートにかけて京都っぽいよねうん <laughs> きれい事という経営者は絶対に社員こ,くつこき使おうとしてそれをごまかすためにきれい事言ってるだけだから<ー>ビッグモーター有名な話だなあれも稲盛経営だからでそれがもう本当にもう晩年の晩年最後の仕事って言って行っていてその思想は本当にええー 浸透したんだろううなっていうふうに思ってていに思る俺もうん、うん、でその前のだから若い頃は、はい、何をきれいこと言ってやがってっていうふうに思って、うん、そうやってることも見てたんで,うん、うん、でそれをまあ素直は素直なんでもう潰れちゃったし、うん、JAL の人たちももうだってニッチもも行かないんだもん、はい、もうやるしかないじゃないだけどあの時にそれこそタスクフォースが入ってきたりしてこれを批判されて富山さんのところねあ あれはねね億円の請求書が回っっててきたって俺本当に聞いたから歌詞何もやってないのにでそれは切られて、はい、でそこにも政治家でいっぱい出てきてんだよもう、はあ、もう既に何だよと思ったもん俺は,いは,いはいで,、ね、はでそ,それはだからいまだに JAL は自民党とのパイプが細ったって言って自民党に政権が移ってからいじめられてる民主,あ、ね、民主党だっていうふうに言われて、うん、でも パイプが細っってて困るって、ね、政治との結局癒着がないとできないんじゃんとそうです、ね、要はうさっきも言ったけどやっぱり羽田の枠今ね羽田の枠を取りたいから、うん、羽田の枠はだから運輸局が押さえてるんでどうやって取るかっていう,もうそれを取るか取らないけどもう経営の根幹だからさ入札にしても指はだけなんだよ電波と一緒でアメリカみたいにさ、はいね、バイバイできるよしたらいいんだよ絶対運だから政治家もそうだけど官僚も問題なんだ日本は。 めっちゃ問題でそうまあ要は政治って言ってるけど官僚もだからねその、はい、要は国交省の、えー、今回ね国交省のポストを公明党から取り返せっていうふうに言ってるけど、まあ、それはもう自民党がその利権を、うん、ねめちゃくちゃいっぱいあるから票もあるし建設事業者の。でも 公明党もう、ま、うまみは思いだっったたのにね厚労大臣だったよ、ね、まあそれでまたそれで公明党は、えー、国交省の,あのポストは絶対に渡さないと「い,いやお前誰のもんだと思ってんだよ国民のもんだろ」っつって言うよ、ね、何回も言うい大体だって領海を守るね、はい、海上保安庁も国交省だからね<ー>公明党に守られたくねえよ <laughs> なんか中国に売りそうだもんね <laughs> 処理水とか <laughs> あれして <laughs> いや「やりません」とか言って。 本当にもうしてよだからそういう意味では、まあ、国交省っていうのは利権の塊特に厚労省ともう国交省が大きいな建設もあるでしょ、はい建ね、土建屋さんたち建設事業従事者ってピークの時780万人今でも600数十万人ぐらいなのかな人口比で言ったらアメリカの4倍ぐらいいるからね、えー、日本は。 そういうふうにして公共事業で潤ってきて、そそこが票を集めてきてるからさ。いや、でも、本当、このジャルの歴史を見ていくと、まあ、歴史だけじゃないですけど。本当に、この政治との、まあ、なんて言うんですか。関わりじゃないぐらいの、もう、中への入り込みみたいなっていうものを。改めて、ちょっと知って。そう、あの、今ね、現役大臣に言ったら、現役で言ったら、二階さんが今一番、うん。 運輸族のドンでしょそれから古賀誠でしょ引退したけど古賀誠さんの超評判悪かった長男とかはめちゃくちゃ国交省出入りしてすんげえ評判悪かったもん俺もなんか時々何回か一緒になったことあるよひどいよね森森総理の息子と一緒になってもうひでえなもうもう30年以上も前の話だけどねでもねさんざん悪口言ったけど俺あのジャルと あのアナと両方アプリ入れてるけど先に予約するときに先にね手かけるのはねやっぱり稲森イズムのおかげ、うん、なんかあのねくどいあのー、接客しててもあの全日空の方はなんか目が笑ってない感じがするんだけどジャルの方はちゃんと笑ってる感じがするからまあそれなら同じくどいんだったらジャルの方がいいかなと思ってまず先にジャルから予約入れようとしちゃうな俺はな。そうだねなんか ジャルは本当によくないもう主観はだから御巣山落ちてから絶対ジャルとなかったからねあそこは落ちる落ちるっつって <laughs> それはどうかな。<laughs> だからずっと全日空さんだったけど全日空さんがそういう意味では JAL 化してきてるよなっていう感じはなんとなくするまあそれこそさっき言ったみたいに本当に若狭徳次さんってが行ってからアナを。 航空飛べなかったのがハワイとか飛べなかったのがドルバーが全部ジャルが押さえていて飛べなかったのは何とかかんとかもういろんな政治力使って最後父親がなんか逮捕されるんだけどねそれでも会長のままでいたからねこの人。えー、で、えー、それとその同じように結局不活さんっていうそのプロパーがなった時にクーデターが起きるのはジャルと一緒じゃんと思ったもん俺アナ。 すっげえなあ同じことやってる JAL もクーデーターばっかりだったからね、うん、その新末社になった時に石川さんになった時ローンバタが気に入らないね営業バタが気に入らないいえ一緒の会社やんかあんたたち仕事してないから他のことにエネルギー使えるんだよ社内政治にすごいようん本当にだからねいかにまずその秘書部長とかが 政治ルートなんで、そこの偉い政治家さんを、まあ、こう、掴んでおけば相当なけあの発言力持てるし。うん、本当にね、なんか歴史をこう見てると、もう政治だなって思う。うん、こんなに政治に翻弄されてる会社って、他にもいろいろあるけど、はい、この会社一番じゃないかなと思う。それこそだって、 ね糸山栄太郎が筆頭株主になったりね,たねしたもんね<ー>あの政治家だったね糸山さんが「うん、なんでジャルの株なんか買ったってどうしようもねえじゃん」結局損したんだけどねあそうなんだあれって、うん、だって株がだだ下がりやんもんあの時から上がるわけないじゃんだってこんなあの時もう隠れ借金だらけだよもう今借金だから無くなっ利払いがなくなったからそりゃ ねえそれは軽いですよ。<laughs> こんな、ね、まあ株主は全部た、あのクズになったけどね。それはしょうがない、それは投資だもん。ん当時はね、持ってなかったけど、売って、な、な何十億を損したはず、板山さん。うん、何十億うん。相当買ってたもん。ああ、そうなんですね。いや、まあ本当にこう、じゃあ今後。 まあこれね今回と前回と JAL を取り上げましたけど今後もやっぱりそういった政治との絡みみたいなところを我々はなんとなくやっぱりこうかねまあだから JAL だけの責任じゃないんじゃない、はい、それ政治の方もそういうそのまあ癒着というか、うん、あことはあってそれを政治の方も自ら切っていかないとまともな その会社にはならんよねうんどうしようこれだけジャルの裏口行って次から沖縄行く時になんか <laughs> あのお茶の中に塩を入れられるほこり入れられたりとしどうしよう。<laughs> こあとねそうだな本当はね、はい、えっともうちょっと飛べるようになれば、うん、そんなにその利権とかないんだけれども。 結局、東京都が3時から7時までしか飛んじゃいけないとか、いろいろその制約がつく、ね。はい、なので、まあ、24東南アジアとか24時間飛べるところもあるじゃない。ね、これはあ、もうちょっとその柔軟すれば便数も増えるし、うん、今取り合いなんで、はい、そうすると政治の利権とかいっぱい出てくるじゃない。うん、もう少し あの国際化というふうに言うんであればあの柔軟な対応とかが必要だろうなって思うけどね。これか横田をなんか軍民療養期期日飛行場にしようって話が出てたね、まあ、千歳なんかもそうだし沖縄空港もそうだ,あ那覇空港もそうだよね離着陸量も高いしさ、はい、そういうの料金に跳ね返ってくるし、えー、それは、まあ、今だからその物価とかそういうのがあって。 全然調べてないからかないいかからわけど昔は本当にアメリカと日本と倍ぐらいの値段だったから、ね、アメリカ40数万円で成田が90万円ぐらいだったから今知らないよちょっとごめん、はい、俺が知ってる当時の数字なんでそういうことも含めてもうちょっとねあのコスト的にもやれるといいよなと思うんだけどな。もったかさんまとめとまととめしてっていうのはあれなんですけどはい。はい 今回のこのこまあやっぱりしょうがないですよもう基本的に LCC のぞいたら2社しかないんでだから、ね、どの道もう反公共機関みたいなもんなんでま、えー、っとうな経営するように仕向けるような、まあ、法制度なりですねいろいろそういったものでなんか。 私は規制反対論者なんだけれども、もうしょうがないんでこれは、えー、真面目にやるように法で規制かけていくしかないのかなって私は個人的に思ってます。はい、ありがとうございます。孫、えー、徳さんそしてもったかさん今回もどうもありがとうございました。えそしてご覧いただいた皆様もどうもありがとうございました。次回は9月16日土曜日の夜7時に公開です。どうぞ楽しみになさってください。ありがとうございました。